成瀬正康蔵、成瀬正康天明五年六月二十日は、尾張藩の富賀郎、尾張犬山藩の、第五代当主、第四代党首、成瀬正幸の長男。子に、成瀬正澄、成瀬青天、娘など。官位は、十五位下、早戸生。富賀郎をしていた時は忌み名を翔太と名乗っていた。尾張藩九代藩主、徳川宗近の着男。 五郎太が誕生した際に、ふとしの字を避けて正康とする。法永六年六月二十六日生まれとも、同年六月二十九日生まれとも言われている。教法十七年八月十五日、父の隠居により後を継ぐ。同年十二月に、受誤した、早都政に助任。藩主、徳川宗春によく使え、原文三年の終わり藩の混乱期には、もう一人の不可老。 竹越政武越正岳と対立した。宗春が隠居禁止の際も、幕府と一戦講じうべしという強行論を唱えたとも言われる。原文4年に宗春が隠居禁止した後に犬山へ戻り、犬山城に白帝城の別名を与える。明和5年1月28日、次男の聖天に家督を譲って隠居し、倉人を名乗り、大河と号する。 天命5年6月20日に77歳で死去した。法法は、大芸院伝体沖な、総春大前城門。墓所は、愛知県名古屋市中草加への白林寺。ありがとうございます。